はい、どうもショータイムゴルフです。はい、ヘッドスピード上げたくないですか？上げたいに決まってんじゃん。上げたいに決まってんじゃん。トレーニングめんどくさくないですか？めんどくさい、一切しない。道具でヘッドスピードを上げることできるんですか？100万出す。楽だ。100万出す。今日は金持ち用にする。それは集積していく。いいっすか。あの、ダブルベさんに、ね、本当にやばいよね。右ダブルベさんにご登場していただきましょう。どうぞ。新製品が出たということで。新製品が出ました。あのオノフのラボスペックっていう、まあ、純正カスタムみたいな位置づけなんですけど、もともと走りしなり叩きって言って、その走りしなり叩きで3種類シャフト出してたんですけど、新製品で、はい、超軽量シャフトが2種類、叩きと走りで 30g 台が登場したので、まあぶっちゃけあのカッ君と翔太君のもろこうハマってるスペックって感じじゃないんですけど、じゃあまあどうなるかっていうのと、ちょっと軽めの、はい、あとまあドラゴン選手とかだと結構軽いシャフトを使ってらっしゃる方もいるじゃないですか。実際結構これ今もうリリース発表してドラゴンの方から打ってみたいみたいな要望もあるので、ちょっとお二人打ってもらってどうなるかっていうところと、まあ彩香さんはあの結構やっぱ 30g 台超軽量で女性のターゲットにしているシャフトなので、まあちょっと実際打ってもらってどういうあの感じになるのかっていう、なるほど、はい、インプレッションしてもらったらなと思いますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。まあ、軽ければヘッドスピードも上がるということで。そう、理論上は上がる、上がるので。理論上は、はい、まだ上がります。上がってくれる、上がってくれることを願いつつ、願いつつ、じゃあ打っていきましょう。はいはい、はい、お願いします。ラボスペック。じゃあまず自分ので打って、自分ので打って、うん、ヘッドスピード普段どれぐらいかで、その後右行った。右。ヘッドスピード51。51。まあ、いいな。まあいつも通り。俺満足してるけど。いや十分十分。それがダメ。ナイスショー。おー、ナイス。ナイス。めっちゃいい。これはこれでいいけどね。52.2。もう十分じゃない？十分じゃない。これ以上上がるのかな、これ。スピード出るの？上がるのかな。シャフトで打ってみる。ちょっと打ってみましょう。叩き、叩きで。あ、すごい柔らかい。30。柔らかい。結構ドラゴン選手ってあれなんですよね。あの軽くて少し柔らかめのシャフト使うんですよ、ね。さあどうだ、叩き。おお、ナイスショー。球はすげえいいけど。これ別に。え、ちょっと待って。よくない？ 53。 おーおーおーおおなんか変えた？いや本当に変えてない。長さは変わってないはずです。長さって45.5。いや、なんかね、むしろ柔らかくてタイミングが合ってないぐらい今。なんか球も別に悪くないね。うん、すごいね、これいいね。吹っかけてないし、吹き上がってもないし、うん、オノフの案件常々思うけど、新作っていいね。めっちゃ良くない？これめっちゃいい。それの方がいいって。すごい、53.3。 53.3。 おお、上がった。上がるんだ。1上がった、確かに上がってる。すごいね。しかもなんかちょっとさ、ビビってさ、最近俺ドライバー折れんじゃん、うん、だからビビって軽めに振ってんだよ。あ、さっきよりも。じゃあちょっと一応走りの感想も聞かせてください。走りの感想、走りのこのこれ叩きなんで。今のが叩き、はい、これが走りの30ですね。重さでいくと叩きで38で、走りで 37.5g っていう。走りが先上司で、叩きが元上司なんで、まあこっちの方がちょっと球の高さ出したいとか捕まえたい向けなんで、まあ、カン君はどっちかといえば叩きの方がいいのかなって気がしますけど、一応。うん、やっぱちょっとこっちの方が吹けますね。数は出てますね。やっぱ 53.2 出てるんで、すごい。さっきに比べるとやっぱ1ぐらい出てるのかなっていう。アベレージ53。まあ1ヘッドスピードが伸びれば単純に5ヤード。単純計算だと。だって 5.5 ヤードとかそのぐらいですよね。じゃあ2上がれば10ヤード。2上がれば10ヤード。3上がれば15ヤード。じゃあちょっと。上げて。上げるわ。うん。上げよう上げよう。上げずにはいられない。おー、めっちゃいい球。今のは捕まったし、ちょいドロー。どう？上がった？53。
まあやっぱ53ぐらい。ああ、53ぐらいか。いや、すごいね。304。練習ボールでしょ。いいね。いや、いいな。いいね。2000だって。え、2000? 2700。いいや。いや、いつもだって5000ぐらいいくもん。ちょっと柔らかい感じします、走りの方が。確かに、あっちの方がなんか出玉も低いし、俺にはあっちの方が合ってるかもしれないですね。了解です。さんどっちですか？僕はいや僕のはいいです。僕のはいいです。僕のはいいです。叩きの方が見たい見たい。いや絶対やめて。見たい見たい見たい。絶対ダメ絶対ダメだ。ダビルさんどうする。絶対ダメ。マジで我慢して。ウィーちょい右。すごい右。ウォームアップ足りてないね。でもヘッドスピード 52.3 出てる。そんな速い、そんな速い。十分出てんじゃん。やべえ、上がるこれ。ちょっと抑えた方がいいんじゃない。ナイスショー。おー、ナイス。51.6。おー、もう十分じゃね、うん、まあそんなもんだよ。うん、普通そんなもんだ。うん、いい球だね。いい球。うん、やっぱそのシャフトが合ってんな。うん、おー、これはこれでいいけどね。どう？ 51.8。 うん、まあ、大体52ちょっと切るぐらいな感じですかね。いや、これ合ってるよ。みんなすごいね。これよりさ、上がらないよ普通。無理だね、うん、無理無理。だってさ、自分に合ってるクラブよりもさ、うん、上げるって相当よ。相当だよね。よっぽどの技術がないと。技術とテクノロジーがないと無理だよ。これダメだな、うん、ボスだわ。ちょっと、ちょっと今回お蔵入りかな。お蔵入りだわ。うお、スズメバチ。うお、めっちゃ軽い。軽い。すごい、ビュンって言ってる。全然振りづらくはない。マジ。すごい。うん、最初53.4。おお、2上がった。しかも球低くなった。上がるんだね。なんかやっぱり軽いから球上がるのかなと思ったけど、逆だね、全然上がんない。なんか軽いけどしっかりしてる感じ。なんか叩きのおかげじゃん。うん、叩けるわ。振るとさ、そんな柔らかい感じしないよ。うん、しない全然。なんでか知らないけど。あれか、カウンターバランスだからか。おお、ナイスショット。めっちゃいい球。めっちゃいい球。ええ、ちょっと待って、53.9。54。え、どういうことこれ。こっちの方が合ってんじゃん。理論上そうするとやっぱり10ヤードぐらい伸びる、うん、ヘッドスピードが2出るから。すげえ、10ヤード伸びたよ今の。え、何か全然チーピンとかしないんだ、柔らかいから。それがラボスペックだ。どういう、一生懸命振らなくていいんじゃない。どういうこと、うん、それがラボスペック。ちょ、本気で。おお、めっちゃいい球。めっちゃいいじゃん。どうよ。53.4。おお、はい、え、ちょっと過去一出そう。おお、それよくない。これ308でしょ。レ普通に飛んでるよ。2700回転ちょうどいい。めっちゃいいわ。じゃあ次、はい、走り走り、ちょっと走りで過去一出そう。過去一出そう、うん、え、マックスいくつなの俺。うん、いやでも54ぐらいじゃないかな。ほぼほぼじゃあマックス。しかもあれですからね、長くないですからね。そうそうそう、オノフのイベントの時1回 54.5 出たじゃん。あ、そうだそうだ。あのさ、死ぬほど振った時。あの、なんだっけ、縦のねじれと横のねじれを使えて翔太史上最速のヘッドスピード出るから。あ、こっちの方が柔らかい感じするわ。やっぱりそうですよね、やっぱ先上司なんで。繊細だな。繊細だね。あー、ナイスショー。こっちの方が良くね。今日一出た。ちょっとでもスピンが多いのかな。 53.8 ヘッドスピードやっぱ出ますね。あ、ちょっとスピンが多いな。やっぱ少し3200だ。少しだけやっぱりスピンが入っちゃうのかなっていう。なるほどね、うん、でもそっちも俺結構心地よかったけどね、吸ってて。
おお。ナイスショいいんじゃないの。おお。すごい。すごい。あと一どうにかなんないの。振りちぎって。振りちぎるわ。ちょっとあと一どうにかしようよ。おお、ナイスショー。うわー、すごい。54.3。うわ、やば。あと3ぐらいどうにかなんない？0.3 ぐらい。くそ。2395回転ってよくね。すごい。いいね。めっちゃいいと思って今。仕上がってるね。QT これだよ。QT これだな。うん、軽いからって別に曲がるとかじゃないんだね。確かに。もう QT はさ、走りだよ。全然これ楽でいいな、うん、普通に全然いいですね。これのちょっと長いのとかもちょっと見てみたいですね。軽いの使った方がいいです皆さん、ね、うん、今なんか世界のあれだよね、軽くて柔らかいみたいなの主流だよね。あ、そうなの。主流が軽い方に来てますよね。だから、うん、昔 70g 台とか使ったらもうほとんどもう使わなくなりましたからね。 60g、50g、 ダスティンがだって 60g とか、うん、ってことは一般の人はやっぱり40とか50とか。確かに。飛び火であげたい人はちょっと30も一回試してみていいんじゃないかなというところで。いや、でも正直 30g シャフトだから、うん、やべんじゃねえと思ったんだけど、うん、全然いけるね。俺もやばさしか感じない。全然いけたわ。じゃあ女性にちょっとね、打ってほしいね。女性ってもらおう。女性に打ってもらわないとさ、わかんないじゃん。なんだそれ。なんだそれ。じゃあ私このシャフト調子乗ってるわ。50だもん。50g。 調子乗りすぎ。調子乗ってるわ。重いわ。マジで。ちょっと重いね。重い。だから球上がらんもんね。うん、だって俺でも30だよ。そうだな。うん、もう私シャフトいらんぐらいだもん。シャフトつけなくていいよ。つけなくていい。紐つけた方がいい。紐つけてさ、プロゴルファー猿みたいにこうやって振りました方がいい。マジむずい。もうじゃあ女性はシャフトいらないぐらいってこと。そうだね、シャフトいらない。もうシャドースイング。そういうことですか、ダブルベさん。それはちょっとね。ちょっと違う。いることはいる。いることはいるんじゃないかな。いることはいる。ヘッドスピード見てくんない。うん、見る見る。ああ。40.4。しんどい。しんどい。重そう。でもいつもライナーなんだよね。弾丸ライナー。そう、もうね、高さ出ない。でも前さ、8.5 度使ってなかったっけ、うん、これもね、9、うん、なんでライナーなのにそんな立ってるの。立ってるの無理だわ。キャリーが出ないよね。そう、キャリーが出ない。40.2。なんか重そうだもんな、うん、重い。そう、ちょっとこれオノフ的にはちょっとね、重い。重い、うん、オノフ的にはっていうか、ヘッドはちょっと赤にしてみて、全身主義の赤にして。なるほどなるほど。全身主義の赤にちょっと叩き走り両方やってみましょう。おお、これは何ですか。叩き、これは叩き30。叩き30。ちょっと待って、素振りするわ。どう、楽。あ、どう。あ、楽楽楽ではある。本当。おお、え、やらせ。明らか触れてるよね。やばい。やらせ。マジでやってない。疑われるわ、正体は。クラブスピードはでも一緒。クラブスピードは一緒。距離はすごい伸びてる。キャリーが20ヤードぐらい伸びてる。本当だ、うん、それだけライナーってことだったんだよ。そう、ヘッドスピードは 40.3 でほぼ一緒。キャリーは確かに20伸びた。ちょっとさすがにこれショータイムやらせ疑惑では。おお、どう。40.2。ねえ、ちょっと待って。しょ。お、伸びた。伸びた。40.6。おお、うん。あ、でもまあ楽さは楽だわ。初速は全然違うもん。初速は本当に出てる。キャリーもめっちゃ出てる。うん、ちょっと振っていこう。はい。よいしょ。おお、40.8。40.8。素晴らしい。やっぱちょっと上がるね。でも柔らかさ感じないでしょ、あんま。感じない。ちょっとじゃあ走りやってみましょう。はい、なんか引っ掛けるみたいな感じもないでしょ。ない。うん、どうぞ。あやちゃん20でいいんじゃない。20だね。20はまだないんですよね。20。これから20。20まだないんですよ。ナビルさんだけ。ああ、確かにこれちょっと違うわ、さっきと。そんなわかる？なんかちょっと。
多分こっちの方が重く感じる。合ってます。いや、ほとんど一緒です。このいや、振り心地はね、当然先と元なんて違うんですけど。こっちがしなるでしょ。わかんない。よいしょ。いや、いい球。40.4、220。さっきの方がやっぱスピン少ない。本当に？うん。キャリーもさっきの方がちょっと出て。出る感じこっち。5ヤードぐらい。あ、なるほど。おお。なるほど。おお、うん。40.7。振りやすさはそっちなのかな。振りやすいのはこっちです。ああ。試合これでいいじゃん。確かに。ね。これならあれだよ。全英理工女子オープンとか勝てるよ。そこまでいけるか。ああ。ああ、勝てるか。全然戦っていける。めっちゃ、お、40.9。おお。全然戦っていきますね。約1ぐらい。まあ1弱っていう感じですね。え、でも女性で1伸ばすのめっちゃ辛いです。うん、0.8 ぐらいの。0.8、そう。素晴らしい。確かに。いや、いいね。え、おもいいかも。高さが出る。え、これ、喉から手が出るほど欲しいんだけど。で、実際にこれを使って、今のセッティングで3人でラウンドしていただいて、対決みたいな感じで。はい。勝ったら何くれるんですか？勝ったら視聴者にそのドライバー。視聴者？俺も視聴者なんですか？いや、それはその勝ったら関係ないです。この前見たよ、俺。もう見てるもん。うん、この前見た。俺も視聴者。それじゃあ。視聴者にもプレゼント。視聴者にも。視聴者にも応募しよう。応募するわ。よっしゃ。ということで、打ってみましたけども。どうでした？いや、素晴らしい。 30g のシャフト、素晴らしい。思いのほか、ていうか曲がらないね。確かにめっちゃ飛んで曲がらない。曲がるのかなと思ったけど、うん、全然曲がらなくて、スピードも上がるし曲がらないし、逆に良かった、うん、俺、うん、楽だし不思議な感覚だけど、いや、皆さん本当に今使ってるやつ重すぎです。そうね、そうだね、うん、そうですね、思ったわ。ちょっと無理しすぎてましたね、うん、今まで、うん、今回はだからこのシャフトを使って9ホールラウンドしていきます。なるほど。次回、はい、勝った人がもらえる。あ、もらえる。おーし。で、そのスペック丸ごと視聴者プレゼント1名様に。なるほど、はい、俺は叩きの方が良かったかなと思う。俺も、うん、こっちの方がなんか軽いんだけど、うん、しなるんだけど、あんま振ってる感じはそんな柔らかいって感じ全くしなくて、しっかりバーンってこう伸びてくるよね。マジ叩ける。うん、私はこっちがいい、感覚的には。でも球はそちらを。なるほど。でも感覚のやっぱり振り心地でいいと思うんで、はい。彩香さんは走りで、じゃあお二人は叩き。うん、いや、めっちゃいいわ。ね。じゃあ、いや、楽しみだ。ベストスコア出そう。ラウンドしていきましょう。うん、ベストスコア出そう。うん、ゴルフ場行く。うん、行こう。せーの。